松山市道後公園の松山市立四季記念博物館で特別企画展川東壁御塔四季門の革命時が開かれています。今回の企画展では近年四季記念博物館に寄贈されたものをはじめとする壁御塔の資料88点を公開しており、彼の革新的な活動を紹介しています。よく壁御塔は高浜虚子と並ぶ四季の弟子として、紹介されることが多いんですが、実際、彼がどういう人物であったかということについて具体的に、はあまり知られてないのが、実際のところかなと思います。今回はですね、一つには四季派の俳人としてという面から、もう一つは壁御塔がたくさん書き残した俳句作品の肉質、それから壁御塔の家族、あるいは弟子といった身近にいた人たちについて展示をしております。壁御塔が残した俳句あるいは書の作品がですね、だんだんに変わっていきます。初めは五七五の定型を守った、それから、字体も普通に、上手な字といいますか、そういった、ものだったんですが、どんどんそれが、書と俳句が姿を変えていきます。そういったものの変遷をご覧いただけたらと思います。これまでですね、あまり四国松山でですね、見られることのなかった壁御塔の作品が数多く来ておりますので、どうか一度足をお運びになっていただけたらと思います。この特別企画展川東壁御塔四季門の革命時は8月31日まで松山市立四季記念博物館で開かれています。